タホ川または、デイジョ川は、イベリア半島中央部を西に向かって流れて、大西洋に注いでいる河川。全長は、イベリア半島最長、流域面積は、イベリア半島第2位の河川である。その全長は文献によって異なるが、ブリタニカ百科辞典は 1007km としており、 スペイン領を7 1 6トル、スペインポルトガル国境を4 7トル、ポルトガル領を2 7 5トル流れてから、リスボン都市圏で大西洋に注ぐ。流域面積は8600平方キロメートルであり、ドゥエロ川に次いでイベリア半島第2位である。季節による流量差が大きく、春季と流量が乏しい夏季で約10倍の差がある。 流域の経済は牧畜などの農業が主体である。1970年代までには水力発電や灌漑を目的としたダムが数多く建設された。ダムが多い場所では流れがとても細くなるがアルモーロール城を過ぎると広大な中石国に入りしばしば氾濫を起こす。港町のリスボン周辺には巨大な河口が形成されている。 主要な支流には、ハラマ川、アルベルチェ川、アラゴン川などがある。主要な支流は、すべてが、右岸から合流する。タホ川、テージョガ所カリ流ブは、断層線上にあり、断層のズレは、過去に、数多くの地震を起こしている。最もよく知られた地震は1309年の地震、リスボン地震、リスボン地震などである。アルカンタラダムタホ川の水源は、イベリコ山系。 ウニベルサーレス産地にあり、行政区域としては、スペインのアラゴン州テルエル県、フリアスでアルバラシーである。テルエル県とカスティーリャラマンチャ州クエンカ県の県境を北西に向かって流れ、その後クエンカ県とグアダラハラ県の県境を、やはり北西に向かって流れる。あるとタホ自然公園で南西に向きを変え、 グアダラハラ県南部のマールデカスティーリャと呼ばれる地域に至る。マールデカスティーリャはエントレペーニャス貯水池とブエンディア貯水池の総称であり、いずれもイベリア半島有数の規模を持つ貯水池である。エントレペーニャス貯水池のダム近くにはサセドンの町があり、サセドンは他他川流域にある初めての比較的規模の大きな町である。マールデカスティーリャ付近からは南東に向かって、 タホセグラ運河が築かれ、ムルシアなどを流れて、地中海に注ぐセグラ川とタホ川が結ばれている。トレドの夜景とタホ川マールデカスティーリアではグアィエーラ川を集め、マドリード州とトレド県の境界を南西に向かって流れる。マドリード首都県の南側にはアランフェスの町があり、アランフェスは流域にある初めての都市である。 アランフェスを過ぎると北方からハラマ川が合流する。ハラマ川はマドリード首都圏の東端を流れる河川であり、マドリード市街地を流れるマンサナーレス川を支流に持つ。その後サガンからアルゴドール川を集め、流域のスペイン領部分で最大の都市トレドに至る。中世にはイベリア半島の文化的中心地だったトレドの旧市街は三方をタホ川に囲まれた場所にあり、 タホ川の流れを自然の要塞として活用している。トレド周辺の中流部では、灌溉や水力発電用のダムでせき止められている。トレドを過ぎると北方からクアダラマ川を集め、タラベーラ・デラレーナの郊外ではやはり北方からアルベルチェ川を集める。タラベーラ・デラレーナからスペイン・ポルトガル国境までの流域は細長く伸びる、貯水池が連続しており、アスタン貯水池。 バルデカニャス貯水池、トレホンイコールタホ貯水池、アルカンタラ貯水池、セディーリョ貯水池のうちで明確に、湖の形状を有しているのは、バルデカニャス貯水池のみである。トレホンイコールタホ貯水池の内部ではグレドス山脈から流れてきたティエタル川を集め、アルカンタラ貯水池の内部では、アルモンテ川とアラゴン川を集める。 スペインポルトガル国境付近スペインポルトガル国境を 47km 流れた後にポルトガル領に入るが、ポルトガル語ではテジ所川と呼ばれる。ポルトガル領に入ると南西に向きを変え、テジ所川アビラベーニャーデロドン、アブランティスの町を流れ、コンスタンシアではゼゼレ川を集める。エントロンカメント付近で南西に向きを変え、この町は長く伸びる河口の先端部であるとされる。 川口から約1 3 0トルにあるアブランテスまでの区間は船舶がそこを可能である。ウガンのサンタレンを越えると川幅が広がって赤湖となる。リスボン首都圏をウガンに見る定所川川口は定所川川口自然保護区に指定されている。ウガンのリスボンと砂岩のアルマダを結ぶ橋としてはヨーロッパ有数の吊り橋である4月25日橋と バスコダガマ橋がかかっており、全長1 7 2トルのバスコダガマ橋はヨーロッパで最も長い橋である。リスボン首都県西方で大西洋に注ぐ。リスボン都市圏の定所川川口部は、鉄鋼、造船、石油生成などの重工業が盛んであり、近年では観光業を含むサービス業も行われている。加工の入り口には無人島のブージオ島があり、 ブージオ東台が建っている。ポルトガルのテジョ川左岸部は歴史的にアレンテジョと呼ばれるが、これはテジョ川を越えた場所を意味する。現在のサンタレン県にほぼ相当する地域には1936年から1976年までリバテジョ県が存在したが、これはテジョ川の上流を意味する。テジョ川と道路川はそれぞれポルトガルの大西洋岸と、 内陸部を結び、国内を地理的に結びつけている。定助川は、ポルトガルの領域を二分しており、定助川以北は、産地が、支配的であるが、定助川以南は起伏のある定地で占められている。定助川以北はより降水量が多く、トウモロコシ、ライ麦、ブドウなどの作物が植えられているが、定助川以南は乾燥して厚く、小麦、オート麦、 コルク菓子などが植えられている。定所が愛ナンでは、穀物は、考えを必要とする。リスボン市街地1996年から2001年には、タホカ川、定所川川口で、ペッパールックという通称を持つノスタセニョーラ、ドスマルティレス号のナンパ船発掘が行われた。この船は、黒胡椒の貿易船であり、1六百六年に、タホカは定所川川口で南波した。 岩礁と接触したことで浸水して難破したが、イベリア半島本土に近かったことから犠牲者は出なかった。1993年には、ポルトガル国立考古学博物館が海底で残骸を発見し、サンジュリアンダバラ2世によって難破船の場所が特定された。2008年にアフリカ大陸のナミビア沖で別の難破船が発見されるまで、 16世紀と17世紀初頭におけるポルトガルのインド貿易船としてはトレジャーハンターに略奪されていない唯一の船がノッサセニョーラ・ドスマルティレス号だった。タホ川、テイジョ川はリスボンの入り口を防衛しているためスペイン帝国、ポルトガル帝国それぞれにとって戦略的価値の高い河川だった。例えば1587年イギリスの海賊である フランシス・ドレイクは、アンダルシア地方のカディスの襲撃に成功した後に、しばらくの間他他は、テイジョ川に近づいた。リスボン市街地とテイジョ川、テイジョ川は、ポルトガルのいくつもの歌や物語に登場する。共和制ローマの叙情詩人、ガイウス・ワレリウス・カトゥルス、帝政ローマの詩人、オイディウス、帝政ローマの風刺詩人、ユーエナリスなどが、作品にテイジョ川の作品を登場させている。 17世紀イギリスの詩人リチャード・クラショーの詩、セインとメアリー・マグダレン、オアザ・ウィーパーにはマグダラ・ノ・マリアの銀の涙を望む金の他他はテイジョ川が登場する。20世紀初頭のポルトガル人作家、フェルナンド・ペソアはテイジョ川は僕の村を流れる川より美しいが、テイジョ川は僕の村を流れる川より美しくないという書き出しを持つ詩を書いた。ファードには 私の髪は白くなったが、定女側は未だに若々しいという歌詞が登場する曲がある。ありがとうございます。